尺八というのは、この私が今持ってる長さが、この一尺八寸という、54.5 センチほどなんですけれども、この一尺八寸というのが基準の楽器になりまして、この一尺八寸という、長さをですね、漢字で書いた真ん中二文字を取ると、尺八というふうになるので、尺八という名前が、つきました。この歌口というところに、この息を当てて音を出すだけの、まあ単純な楽器なので、まあいわゆるエアリードという、楽器の種類になるんですけども、穴が5つ、表に4つ、裏に1つ。訓練していけば、本当に表現力があって、もう歌のようにこう豊かな音色、声のように響かせることができて、お経を唱えるのと同じような意味があって、禅宗の、まあ、不化宗という一派がやっていて、その中でも、まあ、法律の方に楽器の木で、法器だったの、神様のための楽器だったので、楽器っていうふうに呼んじゃいけなかったですね。まあ、一般の人は触ってはいけないし、お経と一緒なので、こう、禅宗ですから、こう宇宙とこう一体化するような感覚なんですね。こう一人でこうずっと吹いてると、目をつぶって吹いて、そしてこう自分とこう対話して、宇宙を感じる。自分は民謡の歌から始めたので、お尺八を吹いた時も、まあ、リンクしたんですね、その歌と尺八を。なので、この縦笛にある可能性は、歌でこそ表現できると思ってるので、どんな楽器ともコラボレーションできると。歌と合わない音楽なんてないと自分は思うので、尺八で歌っていきたいと思います。
ハロー缶でしょ。ハローの場合は確実に缶 100%。 レヒヒヒチセの連れ